この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は自転車のライトを改造してみます。この中に使われている LED を明るいものに変える改造ってのはよくありますけども、今回は違います。この自転車のライト、ダイナモって言うんですけども、基本的に車輪が回っている間しか点灯しません。ですけど止まっている間でもずっと光ってて、向こうから見えた方がいいだろうっていうふうにずっと思ってました。ですので今日はこれを止まっている間もずっと点灯し続けるように改造します。自転車の LED ライトを、まじまじと見る機会というのはあまりないので軽く紹介します。これが車輪に当たっているわけですけども、これが回ることで中に入っている発電機が回ると、 LED が光るわけです。豆電球でできていたような昔のダイナモと違って、今のやつは LED なのでかなり明るくなっています。発電機を回すのにですね、結構トルクがいりますね。このカクカクしているのが分かりますでしょうか。これコギングトルクって言うんですけども、中に結構強力な磁石が入ってます。電動ドライバーを使ってオシロスコープでどんな波形が出てるかを見てみます。お、ちゃんと出てますね。波形をもうちょっと拡大するとこんな感じ。発電機なので波形はもっと制限波っぽい波形になるかと思ったんですけど、ものすごく歪んだ波形になってます。 LED の線を外して同じことをやってみました。何も負荷をつないでいない時でもそこそこ波形が歪んでますね。詳しいことはよくわかりませんけども、時速の分布が多分制限波じゃないんでしょうね。発電の部分はよくわかったので、次は LED の部分をもう少し詳しく見ていきます。LED は1個だけ。そして裏面にこれ電解コンデンサーが2つと抵抗、この抵抗の下にダイオードが4つついていますね。こちらアルミ基板のように見えますが、通常の基板です。多分 FR4 か何かですね。回路はこれです。ここに売電圧整流の回路があって、そしてここに LED があると。例えば電圧の波形をちょっと考えてみます。電源電圧がこういうふうに制限波で、プラスの部分がこうで、マイナスの部分はこうなったとします。電源電圧がプラスの期間はこの経路で電流が流れていきます。でこのキャパシタの方にも電流が流れていくんですね。でそしてキャパシタはここ充電されると、こういうふうに電荷が溜まります。では次に電圧がマイナスの期間ではこういった経路で電流が流れます。でこの時に下側にあるキャパシタにも電荷が溜まって充電されると。ですので電源電圧の2つ分の電圧がここに溜められるわけですね。ですので売電圧整流になります。これ実際に回路シミュレーションとかをしてみると分かるんですけども、このダイオードにですね、実は電流ほとんど流れてません。なんでこの回路でやったのかは不明ですけども、とりあえず5個のでこれでいいとしましょう。回路をもうちょっと単純にしてみます。ではこの回路で考えてみます。このキャパシターの電圧を VC としておきます。そして LED の電圧は 2.5V にしておきますか。 LED に加わる電圧が 2.5V 以下、つまりこのキャパシターの電圧が 2.5V より下回ると LED は光らなくなります。まずキャパシターが小さい場合です。この時点まで発電機が動いて、なんか適当な VC っていう電圧に充電されていたとします。そしてこの点線のところで発電機が止まる、つまり車輪が止まるわけですね。静電容量が小さいと放電は早いんですね。そしてちょうど 2.5V くらいになったところで放電できなくなってしまいます。なんでかっていうと LED は 2.5V 以上の電圧がかかっていないと電流が流れないからですね。この時点で LED は消えてしまいます。では静電容量をもっと大きくした場合にどうなるか考えてみましょう。放電がですね、もっとゆっくりになるんですね。イメージとしてはこんな感じです。ゆっくり放電していくと、そして 2.5V のところに差し掛かったら放電は止まる、 LED に電流は流れなくなりますので LED は消えると。電圧はその後は 2.5V 一定を保ったままです。
このように静電容量が大きいと発電機が止まったとしても長い間 LED を点灯させ続けることができます。さらに静電容量を大きくするとどうなるか、もっと長い間光らせることができます。では実際にキャパシタの電圧を見てみます。この発電機を回すとキャパシタの電圧がですね、どんどん上がっていきます。こういうふうに勢いよく回すと LED は光るような状態になりますが、ですがキャパシタの静電容量は結構小さいのですぐに放電して LED は消えてしまいます。もうちょっと勢いよく回すとこんな感じです。キャパシタの静電容量が小さいので発電機の回転が止まるとすぐに放電してしまって LED は消えてしまいます。もうこの時点で LED は点灯していません。もっと静電容量を大きくします。2200マイクロファラッドの電解コンデンサを並列に接続します。波形はこんな感じ。やはりすぐに放電してしまいます。ぼんやりとした感じで消えてはいくんですけども、全く使い物にならないレベルですぐ暗くなってしまいます。さらに静電容量を大きくして6800マイクロファラッドでも試します。6800マイクロファラッドでももう全然ダメですね。静電容量をもっと大きくして1万マイクロファラッドで試します。若干マシにはなりますけども、まあダメですね。この程度の赤いじゃ外からはもう確認できません。こういうふうに波形見てもらえればわかるんですけど、すぐに電圧が下がってしまって電解コンデンサーじゃ静電容量が小さすぎてダメですね。結局静電容量がもっと大きくないとできなさそうなので、スーパーキャパシタを使うことにしました。こちらのスーパーキャパシタ、アルミ電解コンデンサーと比べると桁違いに静電容量は大きいです。こちらのスーパーキャパシタ、静電容量は1ファラッド、こちらのアルミ電解コンデンサーが1万マイクロファラッド、 0.01 ファラッドなんですけども、100倍大きいです。こんな小さいのに。ただ扱える電圧が結構低めです。 2.7V までしか電圧使えません。こっちのアルミ電解コンデンサーは 400V までいけます。今回の使い方ですと電圧低めでも問題ないので、スーパーキャパシタは割と適しています。元々の回路構成がキャパシタ2つ直列接続になっていましたので、こちらも同じようにスーパーキャパシタを2つ直列に接続しました。電圧は 5.4V までいけます。実際に回してみるとつかない。 LED がなかなかつきませんね。なるほど。スーパーキャパシタの静電容量が大きすぎて充電するまでに時間がかかるんですね。ですので最初ですね、無灯化の期間ができてしまうことになります。これですと夜間は使えないことになってしまいます。ちなみにスーパーキャパシタの電圧はこんな感じで、電圧は結構ゆっくりと上がっていきますね。そして放電もゆっくりと放電していきます。充電が完了した後はずっと光り続けています。これはアルミ電解コンデンサの時と比べてもう全く違いますね。かなり長時間光り続けます。静電容量が大きすぎるとこのキャパシタに電荷を貯めるために、電流が流れていくわけなんですけども、この電荷を貯めるのにですね、ちょっと時間がかかりすぎてしまうんですね。つまりキャパシタの電圧が高くなるまでに時間がかかります。ですのでキャパシタが完全に放電されている状態から車輪を回しても LED を光らせるまでの電圧に、このキャパシタの電圧が到達するまで LED は光りません。キャパシタを充電するときの動作を少し改善したいので回路を少し工夫します。ここに抵抗を入れましょう。
そうすると充電時に電流が流れますので、ここに電圧効果が発生します。ですのでキャパシタが全く充電されていない状態でもこの車輪を回し始めるとすぐに LED は点灯します。でここキャパシタと抵抗を直列接続にしました。発電機を回してみると、もう割と最初の方からついていますね。ただ充電するのにちょっと時間がかかります。でこのくらい充電すれば LED は点灯し続けます。ただこの方式には若干の問題点があります。キャパシターが放電しているとき、電流はこういうルートで流れるんですけども、ここに抵抗があるので、ここで余分なエネルギーがまず消費されてしまうと。であと抵抗2つ分ありますので LED が少しだけ暗くなります。この抵抗と並列にバイパススイッチを入れます。早速基板を改造します。もともとあったケースに入るようにしました。でその結果とんでもない違法建築になってしまいました。最終的な回路はこの赤枠で囲った部分です。バイパススイッチと抵抗、そして1ファラドのスーパーキャパシタを4つ直並列につないで、でそこにですね、まあ、一応念のため放電用の抵抗をつけました。時程数は1000秒くらいです。振動で壊れないように軽くシリコンで止めて、でこれを中に入れると、結局こんな感じになりました。この先端のところに先ほどの違法建築が入っていると。でそこからバイパススイッチのために配線を引き出しています。これがバイパススイッチです。では実際に充電してみます。今バイパススイッチはオフです。なので充電時のモードです。はい、まあこんくらいで充電が終わったとして、でバイパススイッチをオンにします。そうすると若干明るくなりましたね。バイパススイッチのオンオフで、まあ、明るさ若干変わるんですよね。バイパススイッチが開いている状態ですと抵抗を通りますので、その分 LED は暗くなります。こういうふうに一度スーパーキャパシタが充電されてしまえば1分くらいですね、ずっと点灯し続けます。でもし LED が消えてしまったとしても、スーパーキャパシタには電荷がまだ残っていますので、再びですね、軽く回すだけで、すぐ充電されます。でこの自転車にね、先ほどのライトをくっつけます。今結構薄暗いですけど、さらに照明を消して、そして前輪を回します。で今バイパススイッチは開いている状態です。結構明るいな。こんくらいですね、車輪を回せばもう結構充電されてますね。でバイパススイッチを閉じると、ちょっと明るさがアップしました。でこの後はとにかくもう車輪を回し続ければ充電はされてると、こんな感じです。この明るさがどのくらい持つか試してみます。ストップウォッチ入れました。今30秒経過しましたが、もう普通にまだまだ明るいといった感じです。1分間経過しましたが、まだまだぼんやりと明るいといった感じですね。まあ、深夜ならいいかもしれませんけども、まあこのくらいが限界ですかね、明るさとしては1分間です。実際の走行試験はこんな感じ。走り始めてすぐにライトは点灯します。その後10メートルくらい走り続けると充電は完了です。でこういう風に車輪を止めてもライトは点灯し続けます。点灯し続ける時間は室内でやった実験と同じです。だいたい1分間くらいを目処にして使い続けることができます。まあ、こういうふうに自転車が止まったとしてもずっとライトは光り続けてくれる、まあ、なかなかうまく今回できたと思います。まあ、想定の2倍くらいうまくできてますね。まあ、さすがといったところですね。というわけで今日のスポンサーのデジキーの紹介です。どうぞ。今年もデジキーバックトゥースクールの季節がやってきたわけですけども、デジキーは毎年学生をサポートするためにこのバックトゥースクールをやってます。で今年はなんとエントリーするだけで豪華景品が当たるキャンペーンをやってます。
ナイス。デジキバックトゥースクールは学生を応援するためのキャンペーンなので、高専または大学のメールアドレスを持っている学生だけが参加可能です。で、実際の景品はこんな感じ。一等は 3D プリンターとフィラメント。 3D プリンターは結構いいやつです。ナイス。で、個人的にはですね、意外と3等の景品が良さそうだとは思ってますね。ハンダ付けができるブレッドボードと、あとは被覆を向けるやつですね。ちなみに応募方法は、今すぐ応募するをクリックして4つ必要な情報を入れるだけ。学生の皆さん、ぜひ応募してみてください。当選したらツイッターとかでつぶやいてもらうと一見は嬉しいですし、もちろんディジキーの人も喜びます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。